ダニエル・モーガンは、アメリカの開拓者、軍人、バージニア選出のアメリカ合衆国会議員である。アメリカ独立戦争中の結出した野戦戦術家であり、カウペンスにおける、モーガンの巧妙な計略は、この独立戦争における戦術の傑作と言われた。後に、ウィスキー税反乱を鎮圧する軍隊を指揮した。ダニエル・モーガンは、ウェールズからの移民の子孫で、 単造校だったジェームズ・モーガンの5番目の子として、ニュージャージーのハンタードン郡で生まれた。ダニエルが16歳の時、父親と喧嘩して家を出た。ペンシルベニアで様々な仕事を経験した後、シェナンド渓谷に入って働いた。その後は、今日のバージニア州ウィンチェスター近く。当時は未だ辺境であったところに落ち着いた。モーガンは、体が大きくそやで、教養もなかった。 勉強することよりも酒を飲むことや掛け事をすることを好んだ。彼は体を使って働くことには大きな能力を示した。土地を開墾し、製材所で働き、牛飼いもやった。ある年に彼は働いた金で荷車を引く、牛の群れを飼い、魚車家業に専念することになった。フレンチインディアン戦争の時は荷車の魚車を務めた。ピットトリデに進行した時に、 主観を殴った角で無打ち499回の罰を受けた。1775年、アメリカ独立戦争が、レキシントンコンコードの戦いで始まると、大陸会議は大陸軍を創設した。大陸会議は、植民地中部の地区に、ライフル銃兵10個中隊を作って、ボストン包囲戦を支えるように要求し、6月下旬に、バージニアは2個中隊を送ることに同意した。 バージニア植民地議会はダニエル・モーガンを選んで一個中隊を作らせ、彼にその指揮を任せた。モーガンは10日のうちに96名の男たちを集め、7月14日にウィンチェスターに結集させた。モーガンは部下と共に行軍し、わずか21日後の8月6日にボストンに到着した。彼はモーガンの狙撃主体と、 あだなされる結出した、狙撃手の一体を率いた。1775年遅く、大陸海にはカナダ進攻作戦を承認した。リチャード・モント・ゴメリー将軍のカナダ進攻を助けるために、ベネディクト・アーノルド大佐が、ワシントン将軍を説得して、ケベックを東側から攻める部隊を派遣しようとした。この頃、アーノルドは、タイコンデルがトリデの功績で英雄扱いを受けていた。 ワシントンは彼のボストン駐在部隊の中から兵士たちが志願するならばライフル銃兵三個駐隊を派遣することに同意した。ボストンのすべての駐隊が志願してきたのでどの隊を派遣するかはくじ引きで決められた。アーノルドはその三個駐隊を一つの部隊として指揮するものとしてモーガン隊員を選んだ。遠征隊は9月25日にウェスターントリデを出発し、 モーガンは先導隊を率いた。アーノルド遠征隊には出発時に約1000名の兵士がいたが、11月9日にオルレアンズ島に到着した時は600名まで減っていた。モントゴメリー将軍が到着すると12月31日の朝、大陸軍は2手に分かれてケベック市のイギリス軍を攻撃した。1体はモントゴメリー、1体はアーノルドが率いた。 アーノルドは、死の北側から下町を攻める部隊を率いていたが、足を打たれて退却してしまった。モーガンが指揮を引き継ぎ、うまく支柱に入って、最初のバリケードを突破した。モントゴメリーも打たれて、彼の部隊が攻撃に失敗した時、イギリス軍の外イカールトン将軍は、モーガンの新軍路の方に援軍を回した。カールトンは大砲を運び、 モーガン軍が破ったばかりのバリケードの外側に部隊を配置した。支柱で分裂し、全方位から攻撃を受けることになった、モーガン軍はバラバラに降伏することを余儀なくされた。モーガンは彼の軍刀をフランス人の牧師に渡すことで降伏の意を示し、カールトンには渡すことを拒んだ。モーガンを含めて372名が捕虜となった。 彼は1777年1月の捕虜交換まで、ケベックに囚われていた。1777年早くに、モーガンがワシントン軍に戻ると、ケベックでの功績を認められてモーガンは大佐に昇進していたことを知って驚いた。モーガンは、新しい連隊に割り当てられその指揮を任された。これが、大陸軍第11バージニア不評連隊であり、 モーガンは4月までに400名の兵士を募って連隊を構築した。モーガンによるライフル銃兵の徴兵試験はキャンプでの語り草となった。彼はイギリス軍の士官の絵を描いた板を用意し、これを標的に100ヤードの距離から一発で撃ち抜いたもののみを採用した。この話を聞いたイギリス軍はモーガンを戦争犯罪人とみなすことになった。なぜなら、 特定個人を標的にするのは公正でなく、士官を標的にするのは露骨な嫌がらせと見たからである。6月13日、モーガンは主力軍の主にペンシルベニア、メリーランド及びバージニアの部隊から選抜された500名のライフル銃兵からなる警府標部隊である暫定ライフル銃軍団の指揮に就いた。その中の多くの兵士は元々の 第11バージニア連隊の出身だった。ワシントンはイギリス軍、ウィリアム・ハウ将軍の後衛部隊を攻撃するよう命じた。モーガンはハウ軍がニュージャージを横切って全軍退却する間攻撃を続けた。バーゴイン将軍の降伏、モーガン大佐は、ウレツの戦闘、白い服でこちらを向いているモーガンの連隊は北部方面軍につけられ、 8月30日、ジョン・バーゴイン将軍率いるイギリス軍による攻勢に対処するため、ホレイショゲーツ将軍に合流した。フリーマンの場モーガンはその連帯を率い、ヘンリー・ディアボーンのニューハンプシャー付評300名の支援を得てイギリス主力軍と対峙した。フリーマンの場の戦いで、モーガンの部隊はバーゴイン軍の一翼を担うサイモン・フレザー将軍の前衛と交戦に及んだ。 最初の交戦で、イギリス軍の前衛にいた、士官全員が戦死し、前衛部隊は撤退した。モーガンの隊員は命令も聞かずに戦いを続け、ジェームズ・ハミルトン将軍指揮下の主力部隊との交戦で、攻撃態勢が崩れてしまった。この時アーノルドが到着し、モーガンと共同で部隊の立て直しを図った。イギリス軍は、フリーマンズ農場で人形を整えようとしていたが、 モーガンの隊員は農場の反対側の木陰から正確なライフル射撃でこの陣形を壊そうとした。そこにベミスコーチから七個連隊が応援に駆けつけた。その日の午後、大陸軍の重火がイギリス軍を釘付けにしたが、接近戦ではイギリス軍の銃剣で跳ね返された。ついにイギリス軍が撤退し、大陸軍は勝ち時をあげた。ベミスコーチ。 バーゴインは10月7日に次の戦いを仕掛けた。モーガンは大陸軍の左翼を受け持った。イギリス軍は1500名の前衛でモーガンの翼を突こうと考えていた。このことでモーガンの連隊は再度フレーザー将軍の部隊と戦うことになった。カナダの応答派兵士を通り過ぎさせた後にモーガンのバージニア狙撃兵がディアボーンの連隊と イギリス軍の警不評隊を挟み撃ちにし、十字砲火を浴びせた。イギリス軍の警不評隊は崩れたが、指揮官のフレーザー将軍が彼らを鼓舞し続けていた。この時に、アーノルドが戦場に到着して、灰色の馬に乗っている、あの男が指揮をしているので、やっつけなければならない。あなたのライフル渋滞から、狙撃兵の何人かに狙わせろと告げた。モーガンはフレーザーを撃つ。 要素撃兵に命令することをためらっていたが、ティモシー・マーフィーがそれを促した。フレイザーが、瀕死の重傷を負うと、イギリス軍の警不評隊は総崩れになり、バーゴインの主力がいる砦に駆け込んだ。モーガンはこの時は、アーノルドの指揮に従っており、イギリス中衛軍の反撃に対応していた。バーゴインはその日の朝のスタート地点に戻ったが、約五百名の損害を受けた。その夜、 バーゴインは約8マイル北西のサラトガ村に撤退した。次の1週間、バーゴインは閉じこもったままだったが、モーガンは部隊を連れて北に回った。モーガン隊のいる方向に放たれた石膏が殲滅されたことで、イギリス軍は北への撤退が不可能であることを知った。サラトガの後、モーガン部隊はフィラデルフィアの近くにいたワシントンの主力と合流した。 1778年を通じて、モーガンはニュージャージーのイギリス部隊とその補給線に対する攻撃を続けたが、大きな戦闘に遭遇することはなかった。彼はモンマスの戦いには参加しなかったが、撤退するイギリス軍を活発に追撃し、多くの捕虜や物資を捕獲した。9月14日にバージニアの大陸軍が編成外されたとき、モーガンは 第7バージニア連隊の大佐になった。この期間を通じてモーガンは大陸軍と大陸会議に不満を募らせるようになった。彼は政治的な活動を行うこともなく、また大陸会議との関係を築くこともなかった。その結果、彼は順将への昇進を見送られ、戦闘経験が少なく政治的なコネが良好なものにその地位が回った。ワシントン軍の大佐でありながら、 モーガンは時として、ウィードンの旅団を指揮することがあり、その地位に就くだけの準備はできていると感じていた。この鬱屈の他にも、ケベック遠征の時に酷使した足と背中が悪化していた。彼は1779年6月30日に除隊を認められ、故郷のウィンチェスターに戻った。1780年6月、モーガンは、ゲイツ将軍に、 また対するよう求められたが辞退した。ゲイツは南部方面軍の指揮を取っており、モーガンは多くの民兵士官に昇進レースで遅れを取り、自分は役に立たないと感じていた。キャムデンの戦いでゲイツが大敗し、モーガンは様々な思いを投げ捨てて南部に向かい、ノースカロライナのヒルスボロで指揮官となった。バナスターター・アルトン・中佐ジョシア・レノルズがモーガンは、 ヒルスボロデギーツに会い、10月2日、警府評軍団の指揮を任された。ついに10月13日、モーガンは順調に昇進した。12月3日、モーガンは新しい南部方面軍指揮官、ナサニエル・グリーンにシャーロットで会った。グリーンはモーガンの任務を変えず、彼に新しい命令を与えた。グリーンは彼の軍隊を分割し、 劣勢の大陸軍を再構築する時間を稼ぐために敵のイギリス軍をゲリラ戦術で悩ませることに決めていた。グリーンはモーガンの任務として約700名の部隊を率い直接の戦闘は避け、サウスカロライナの田園地帯で食料の確保と敵への嫌がらせを行うよう指示した。この戦略が明らかになるとイギリス軍の指揮官、チャールズ・コーンウォリス将軍は バナスター・タールトン大佐の部隊を送って、モーガンを捕らえるよう命じた。モーガンは、タールトンと戦ったことのある多くの民兵の話を聞き、グリーンの命令に反して、直接、タールトンと対決することに決めた。カウペンスの戦い大陸会議がモーガンに与えた、議会名誉黄金勲章モーガンは戦場を、サウスカロライナのカウペンスに決めた。 1781年1月17日の朝、モーガン隊はカウペンスでタールトンと対峙した。この時の戦闘員の数は拮抗していて、どちらも約1000名であった。モーガン隊にはアンドルー・ピケンズの民兵とウィリアム・ワシントンの隆起兵が加わっていた。タールトン部隊には正規軍の連隊の中から警布票の補充を受けていた。タールトンは 動きが早いことと民兵を蔑視する傾向があったので、モーガンはそれを逆手にとって、彼のバージニア狙撃兵の射撃精度と遠距離からの攻撃を利点にする計画を立てた。狙撃兵が最前線に出て、その後ろに民兵、さらに丘の上の正規兵という陣を敷いた。前の二列は敵の脅威が近づいた時に多少の打撃を与えた後にできるだけ早く後ろに引く。これが、 敵の決起に流行った突撃を生じさせるというものだった。この戦術が走行して敵部隊を包囲できた。イギリス軍が接近すると大陸軍病は敵に背中を向けてマスケット銃に弾はめした。イギリス軍が十分近づいた時に振り向いて至近距離から顔をめがけて発砲した。1時間足らずの間にタールトンの1076名の部隊のうち 110名が戦死し、830名が捕虜になった。捕虜の中で200名が負傷していた。タールトンは逃げ去ったが、大陸軍はその物資や軍事品をすべて捕獲した。この中には、主観の奴隷もいた。カウペンスにおける、モーガンの巧妙な計略は、この独立戦争における戦術の傑作であり、近代軍事すべての中でも最も成功した、包囲戦と言われている。 コンボリス将軍は、タールトンの部隊を失ったばかりでなく、警不評隊も失い、この南部方面作戦の残りの期間、対応する速度を限られることになった。モーガンの功績を称え、バージニア植民地政府はモーガンに、王党派が放棄していた土地と家屋を与えた。南部での戦いの間、湿気と寒さのためにモーガンは、座骨神経痛を患い、 常に痛みを感じるようになっていた。2月10日、モーガンはバージニアの農場に帰還した。7月、モーガンは短期間ではあるが、ラファイエット公爵の舞台に加わり、もう一度タールトンを、今回はバージニアで追ったが成果は得られなかった。モーガンはチャールズタウンに戻ると、だんだんと活動を控えめにしていった。彼は土地を開墾するよりも投資する方に注意を向けた。 最終的に25万エーカーの地主となった。身を落ち着けるために、モーガンは長老派協会に入り、1782年にはウィンチェスターの近くに新しい家を建てた。彼はその家をサラトガと名付けた。大陸会議はカウペンスでの勝利を記念して1790年に金メダルを送った。1794年、モーガンは短期韓国軍に呼び戻され、 ウィスキー税反乱を鎮圧する軍隊を指揮した。軍隊の自行動のみで一発の銃弾を発射することもなく反乱は収まった。モーガンは連邦党から二度連邦議会議員選挙に出馬した。1794年は落選したが、二回目は当選し1797年から1799年まで議員を務めた。モーガンは1802年の66歳の誕生日に、 ウィンチェスターの娘の家で死んだ。最初はオールドストーン長老派協会墓地に埋葬されたが、後の南北戦争後にウィンチェスターのマウントヘブロン墓地に移送された。1950年代初期、その意外をカウペンスに移す動きがあったが、フレデリック・ウィンチェスター歴史協会が巡回裁判所の差し止め命令を得て、それを止めた。この出来事は、 雑誌ライフに載ったやらせ写真に写された。1821年にバージニア州がモーガンの栄誉を称え新しい軍をモーガン軍と命名した。今日ではウエストバージニア州にある。他にもアラバマ州、ジョージア州、イリノイ州、インディアナ州、ケンタッキー州、ミズーリ州、オハイオ州、テネシー州がその例に習い、モーガン軍を作った。 ノースカロライナ州のモーガントン市はやはりモーガンにちなむ命名である。1881年、カウペンスの戦いから100周年を記念して、モーガンの銅像がサウスカロライナ州スパータンバーグの中央広場に建てられ、今日も残っている。モーガンは有名なカリブの海賊ヘンリー・モーガンの系類である。ヘンリーはモーガンの四大先祖の老いにあたる。 1793年モーガンの家、サラトガはアメリカが衆国国定歴史建造物に登録された。2000年の映画パトリオットでは主人公ベンジャミン・マーティンの役割の一部はモーガンとその行動から取られている。ありがとうございます。